氷川きよし、ああー、スカッとした。ジャンルの枠を超えた楽曲を、疲労復帰後初コンサートツアーを大阪で開催。歌手の氷川きよしさん、47が、復帰後初のコンサートツアー、キヨシヒカプラスキーナ。25th anniversary コンサートツアー、キーズナの大阪公演を開催しました。画像、氷川きよしポップスエンカーニソン。 様々な表現で魅了約1年8ヶ月ぶり復帰コンサート開催。2022年末から歌手活動を休止していた氷川さんは先月17日、1年8ヶ月ぶりに東京からコンサートツアーをスタートさせました。黒のラメ入りスーツでステージに登場すると、客席からキーナさんおお帰りと温かい拍手で迎えられ、今日は皆さんありがとうございます。 思いっきり楽しんでください、と挨拶。人気の楽曲、甲州路や、清のずんどこぶし、箱根八里の半次郎、などを披露しました。そして、トークコーナーで氷川さんは、以前は、毎年大阪でコンサートを開催していました。大変ご無沙汰して申し訳ありません。これからまた新たな気持ちで歌って、 皆さんに幸せな気分になっていただきたいと思っています。と語りました。また、この日発売されたアルバムでファン投票1位を獲得した、限界突破×サバイバーを披露。歌唱後、氷川さんは、ああ、スカッとした、と満面に笑みを見せていました。4日、5日で計5200人、レコード会社発表、の前でジャンルの枠を超えた32曲を披露しました。